浄水が汚染され、あそういうこと本当だはい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。ハローハローエブリワン、ハローちなみにさ、今日さマイクの位置をさ若干変えたんですよ。椅子を変えたからちょっとマイクの位置変えたんですけど、どう？前よりも聞こえよくなってね。そう、椅子をですねバランスボールに変えました。バランスボールに変えることで集中力を増加させ、そしてクリエイティブな思考にさせるという作戦で、今回はノーイングリッシュでノーイングリッシュでライブをフィニッシュできればなと思います。はい、ということでやってまいりましたシティーズスカイラインズ、英語禁止の街編です。前回はですね、2、3回ぐらいかな、津波の被害に遭いまして、街がこうなっちゃったってところですねはい、確かあともう一発ぐらい津波が残っているような気がするんですが、なんとも言えません。はいそこはちょっと忘れちゃいました。来たら来たで対処していきましょう。とにかく今人口はですね、3万人までいった人口が3995人と、10分の1ぐらいになってしまってるんで、まずは町の復興から始めていきたいなと思います。はい、用意始め、ドドン。さあまずは、壊れているところの復興からな気はするんだけど、何から復興していけばいいかなっていうのもねあるよね。まずは電気が全部流れているかどうか、こうやってちぎれちゃっているところをなんとかできませんか、なんとかなりませんか。なんとかなりました。はい、チームなんとかなるの皆さんが駆けつけてくれました。そしてこの辺やっぱ直せるものを直していかないとまずいんだよね。直せるものは直すでいくぜ。はい今日まずいな今日まずいな、余計なこと言ったな最短記録また更新しちゃったかもしんねえこれなんとかなりました。はい、チームなんとかなるの皆さんが駆けつけてくれました。いやー、チームなんとかなるの皆さんが駆けつけたせいでなんとかはなったんだけど災害が来ちゃういやー、これは言ったわ、これ言ったわ。いやー、ちょっとなー、まあまあまあ、景気づけの一発頼みますよ、チャンスタイムね。じゃあ行きましょうそれではチームって言ってしまったんでルーレットを回します。ルーレットは絶対どこに何をどのくらいで、いや動画にしてもまだカットしてないぞ一回もノーカットで、ノーカットで災害、あ、まずいまずい、あー、年はまずい、あ、陥没、あ、19.0 まあ、都心陥没 19.0、 まあ、ですよまあ、もうまあしか言えなくなっちゃった。俺もうこっからあと2時間まあしか言わないで配信しちゃおうかな。そしたらやられることもないし、いやこの辺、都心ちょっと閑散としてるからこの辺かな。いや一番ギュッとしてるこの辺な気がするな、ここです。ポン。さーて、じゃあ続きやっていきますかねえ来たらもう回しとるやないかいすませんすませんいきます。じゃあ始めます。用意始め、ドドン。さあ、もうまあまあじゃなくなっちゃったなんで地下鉄から再建したのか謎すぎる、もっと大事なものがあるはずなのに。意外と
とでも再建できるものはないというかさ、再建しようと思ってもさ、まだ水没してんだよな。これなんだこれさっきから見つけるの地下鉄駅ばっかりだなまた地下鉄駅え、地下鉄駅しか壊れてないんだな。これなんだ、地下鉄駅なんだけどてか、あー吸ってるか、よかった。都心が水没してます。さあ、来ました、陥没時9.0 直せる道路を直していこう。と言ってもそんなに道路は壊れてないんじゃないかって気もする。道路自体はそんなに壊れてなくて、あれなんか川が元気だぞこれあれなんでこんなに川が元気なんだあらちょっと待って、なんだこれ、なんか水面が元気だぞこれ。今何が足りてないんだ、止めちゃダメだ健康度やばそう、健康度、水、水、いや市民に直接聞いてみよう。すいません、あ、病気の人がいなくなった、あ、治った浄水が汚染され、あそういうこと本当だ逆流してきたせいで汚水飲んでる市民たちが移動。いやこのさ、あの山の天然水飲ませよ、山の天然水が一番いいよ、全部日本語だし、山の天然水美味しいだろうし、そうしましょう。あまり大きすぎると吸いすぎてさ、川の水なくなっちゃうけどさ、これぐらいだったらなんとかなるだろう。山の天然水、オン、よいしょ、 OK、 これは止まってるでしょ。あと何が動いてるんだ、うちの取水施設は何が動いてんだ。おマジでオッケーって言った、オン、オンも言ったのオン&オッケー、オン&オッケーなのこれあ、ダメだ山の天然水オン、よいしょ、オッケー。バランスボール返品しようかな。せっかくさ、英語言わないように集中力高めるためにさ、バランスボール買ったのにさ、これじゃ意味ないじゃん、バランスボール返品しようかなさあオン、オンの分いきます。ルーレットは絶対、どこに何をどのくらいで、初めて生でゲッツー見れましたよかった、それ見せれてよかったよ。来た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 、もっともっといけ、もっといけ真ん中陥没 14.0、真ん中はですね、ちょうどここですね、鱗町の皆さんまだ人生きてないけど郊外出なくなってしまった鱗町の皆さん、じゃあ OK の分回します。 OK の分、今日もペースいいな、行くぜ。 OK の分、ルーレットは絶対、どこに何をどのくらいで、今日チャンスタイムいけんじゃねえかな、これはダメか、あ、いや真ん中だ真ん中ライン 13.5、 いけるかと思ったんだけどな、今日いけそうだな。でもさあ行きましょう行きましょう
な、マジでさ、何から再建すりゃいいの？マジで。よし、行こう。とりあえずとにかくポンプを止めるところからスタートしましょう。じゃあ行きます。よーい、はじめ。ドドン。まずこれを止めます。取水を止めます。損心点損心点、ここを、動かすんですが、電気がないです。オッケーって言ったわ。今のオッケーは自分で気づかなかったらごまかせたから無理か無理かやばい。あ、一回水飲んでからルーレット回していいっすか。12分で4アウトはやばいね。よし、行きましょう。ルーレットは絶対ですよ。どこに何をどのくらいで、やっぱこのテンションで行けば次ないんじゃないかな。ルーレットはとかっていうテンションで行くから次もルーレット回しちゃうんだよ。こっそり回す。山に竜巻 0.0。 おほほ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 ほ、奇跡、奇跡が起きた。 0.0 出た。やったさあ、山に雷雨 0.0 ですね。これでもね、確かね 0.0 って打てたはずなんだよ。ほら、山に雷雨 0.0。 でも山どれこれか。山に雷雨 0.0 打ちます。発動準備、これちょっと待つね。よし、じゃあ撃ちます。山に雷雨 0.0。 よーし、あれ竜巻だったっけ。あ、竜巻だったみんな、じゃあ竜巻も撃つから許して竜巻も撃つから許してよいしょなんか余計な災害が1個増えちった。さあ、じゃあ、再開していきましょうか。よーい、はじめ。ドドン。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あと Twitter で配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。